ほいね。みじん切りっていうのはなんとなく粗みじんみたいな。で、タバスをわさっと。わさっと。おいしい。びっくりした。今まで、今回のイタリアシールコで一番パッツで、今回が一番おいしい。シチリア旅行のオランディ学、サングーバシーテレレストランデガードオランシェフ、小倉翔美です。バカンスでシチリアに来てるんですが、まあ、今日最終日。まあ、最終日ぐらいなんか撮ろうかなと思って、今日はタコのカレッティアです。で、現地のコーディネーターの人たちと話をしてて、ずっとカレッティエラっていうのは、トスカーナの持ち物で、魚しゃぶって言って、トスカーナの漁師さんが寒い時に辛いものを食べて体を温めるっていうカレッティエラと、シチリアはほぼほぼアーリオーリオなんですよ。で、なんでそうかっていうと、シチリアの漁者が旅をするときに、パスタとニンニクだけを持って旅をして、で近くに生えてる野草のイタリアンパセリだけを加えて食べるっていう。まあ、ニンニクとパスタさえあれば、旅できるみたいな、なんかそういう魚しゃぶみたいなノリなんですよね。なんで、もしかしたらニンニクですが、その辺でこう、採取して、板パセとこう、ただ、かけるだけみたいな。僕も昨日食べたんですけど、結構ニンニク生で、この生ニンニクとパスタは、上からオリーブオイルと板パスかけただけみたいな感じだったんですけど、なかなか鮮烈で、結構それをイメージして今日は作ります。なぜか、エアビーの家にあったガルファロ。偶然だなぁ。ガルファロのスパゲッティです。10分茹で。10分で上がるのかな、はい、そう。で、さっきシチリアの市場で、タコとイタリアンパセリ、プレツェボ。で、シチリアのニンニク。で、シチリアの、シチリアじゃないかもしれないけど、シチリアの唐辛子。ぶっちゃけシチリアのカレッティエラは、あの料理の唐辛子入んなかったっす。ちょっと辛いものが言うほどなかったっす。でもやっぱりね、辛くないと、あんまテンション上がらないで、夏だし、言います。まず、沸いているお湯に、まあ、なんとなくいつものこう、ね、これもなんかエアビーだったらよくわかんない塩ですけど、塩を、まあ、1.5 ぐらいですかね。いつもと同じパーセンテージで。で、パスタを入れると。これぐらいかな。で今回あまりこう 分量を本当に気にしないからね、今日無駄な美学をすぎるんで。あとはとりあえずパスタを。まあ、80とか7、80。入れます。10分と。これ、イタリアっぽい。入れます。あ、そういう。これシチリアのね、とある町のニンニクで、多分普通のニンニクとは違うっていう風に言ってたんですよね。名前わかんなくて。後で概要欄載しておきます。多分、すごいよ。多分このニンニクだったら美味しくできる。昨日食べた時は本当に生ニンニクとこうオリーブオイルをこう混ぜて、そこに入れてるだけだったんですけど、もうちょっと。アレンジを加えて、みじん切りっていうのはなんとなく粗みじんみたいな。これを今やるよ。アレンジが変わってきるな。どんどん怒りになってきた。もうしてるよ。1週間もこっちにいるとなんかもうちゃんと働けるのかも心配なぐらいで社会復帰が。もう一個入れます。オリーブオイル、ここまで入れます。
まあ弱火ですね、適当に。いつもは 1.5 なんですけど、今回さすがに10分、11分でなんで、まあ、絡まないんですけど、茹でれば茹でる分、麺の表面はザラつくんで、絡みやすいはずなんですが、こっち、イタリアなんで、水がめっちゃ硬いんですよ。もう髪とか洗うともうバッサバサになっちゃうぐらい。なんで、割とこう、いつもだったらなんかもう、よくわかんない、小倉のこう高速仕上げしてるんですけど、結構重たく入れたらもう、なんとかなっちゃう。ほんと不思議っすよね。もちろん麺が太いっていうのもあるんですけど。で、これ、フレンチのピコルかな。シリアル全然辛いのを食べれなかったです。これも1個です。あの、生徒さん思ってるいつものやつです。先に入れちゃう、めんどくさい。種も全部いっちゃっていいですよ。で、してる間にタコ、タコね、今日シリアルのタコなんですけど、多分シリアだと思うんですけど、ボリタニアあるかな、アフリカ近いし、あのイタリアでも、あの日本でも全然ゆでタコでいいです。頭だけちょっと、ね、硬いから、ちっちゃめにしちゃう。置いとく。太麺シリーズ。わかる。太麺なんで、かき混ぜて、パスタとソースを和えるってことを結構意識した方がいいんですよ。でなおかつ、激太で全然伸びないんで、しっかり混ぜてあげて、こう、まあ、あの、よく言う、こうね、麺と麺がこすり合わせて、こすり合わせることによってできる乳化みたいなのを意識した方が美味しいんですよ。でも、本当はファミリーパスタって、あんまりアーリーを抜かないんですけど、それをわざわざアーリーを作ってるって、やっぱりイタリア人って、太麺好きなんで、太くないと、パスタじゃないっていうぐらい基本すごい太いんですよ。噛み応えがあるっていうか。で、粉の味がするんで、故に、しっかり混ぜた。しっかり、ゆすってあげて、混ぜてあげて。で、麺と麺がこう、こすり合わせて、そこから来る摩擦によるこう、麺のグルテンで、乳化させる方が、僕は、イタリアに関しては美味しいと思います。でもそれは、水が濃すぎだから。軟水だと、周りがこう、ブルブルしてきちゃうんで、こうするとなかなかね、ちゃんと切りがあるしっとしたパスタに仕上がるんですよ。それまでね、さっき市場でこの一束で1ユーロっていう、もうなんかもうほんと激安の値段だったんですけど、もうザクザクいきましょうか。シチリアのカレッテーラが、どのような層を使ったカレッテーラだってとると、やっぱり板パスの存在感ってめっちゃ重要なんで、カレッティーラっていろいろあるけど、自分はいろんなことをカレッティーラって呼んできたけど、あれですね、ちゃんとこう歴史が紐解くと結構楽しいですね。シチリア旅行中ずっとなんか車でこう旅してたんですけど、結構野生のミント、野生のフェンネル、オレガノ、マジョラム、もうそこら中に入ってる、もう道端が全部野生のハーブで、もしよく見たらもしかしたらイタリアンパセリもあったし、あれもそうだったのかなって多いんですけど、ゆえにそういうイタリアってハーブ使い強いですよね。なんかこう日本にはないハーブ使いって、もう本当に道に生えてるんで信じられないぐらい。硬いけどイタリアは本当に硬かった。パスタシチリアは確かに硬い。どこで食べても硬い。で、40秒前ですね。タコちゃん、入れます。普通の番外編、これで。はい、同じもの作れない。ニンニクの人とか、これ踏まえて。Thank you.
ちょっと水が足りない。いやー、まあ、味これ真似して美味しくなる自信がないですね。でも、オグライタリアンじゃない。なんでイタリアで作るとイタリア通りになっちゃうんだろう。モールスイタリア通り。しいんだよな。で、板パセをわさっと、わさ。おお、すげえなー、これ。これ出てきちゃったら、俺おじいって言っちゃうなーって。これがシチリア風タコのカレッティラです。味は。タコのスパゲッティ、シチリア風カレッティラです。イタリア人に食べなさい。もちろん比例考えると 1.5 になるんですけど、お 1.9? すっごく美味しいです。ホントで癖入れてっていう話じゃないんですけど、あ、このオリーブオイルと太いパスタをこうぐるぐる回しただけのこの乳化感みたいなものはかなり現地っぽいんで、結構パーティーメニュー最高ですね。大判のでっかいお皿にこうぐるぐるあえて、美味しいです。びっくりした。今まで今回のイタリアシアルコで一番パーティーで今回が一番美味しいかも。うん、シチリア風カレッティラでした。スパイアじゃないけど最高です。昨日深かったんですけどね。昨日超深かった。死ぬかと思った。結構名物のリカルドっていううるさいイタリア人が焼いてる、なんかあの子牛とか羊の腸を焼いてる炭火で、あのスティッキオールだ、スティッキオール、僕のリカルドが焼くスティッキオール、スティッキオールが有名で、まあ、そこでまあ食べるかと思って、まあ全然時間があったんで食べたんですけどね。でもなんかね、ちょっと軽くぼったくられたなっていう感じがして、なんでこんな済んだかってちょっと思ったんですけど、まあ、味は普通好きじゃないのかな。ね、ちょっとこう、なんかこう、もやもやして、で、最後、フェルロリカバルボってパレルモのトラットリアで最後ご飯食べて、たぶんまあ、美味しかったですけどね。なんかまあ、陽気な兄ちゃんが、なんかこう、シャツにサインしてくれ、日本語でっていうから、一応村の美学って書いてきましたけど、これを見て、小倉来たなって分かる生徒が来たらいいなって思いながらって思うんですけど、でも、美味しかったですね。なんか普通に美味しかったです。なんかこう、なんかけれんみないなって、イカスミも美味しかったし、ちょっとしょっぱかったけど、あの、このイタリアの旅で何回も食べたインサラダシチリアナ、なんかあの、ジャガイモとトマトとオリーブと赤玉ねぎの、なんとなくあえただけのサラダも、美味しかったですね。なんか普通に、ああ、これがシチリアのなんか真骨頂だなって。って思う、なんかサラダだったなっていう気がする。イタリアのカレッティーラっていうのはもともとニンニクとパスタがあればそこら辺に生えてるイタリアンパセリを刻んでただ食べただけっていうのがカレッティーラの語源らしくて、確かに本当にハーブってこれ買うもんじゃなくないかっていうぐらい鬱蒼ともうそこら中に生えてて、
まあ、それをインスピレーションして市場で少しこう食材を揃えて自分なりにこう今回のなんか旅のオマージュみたいな感じでパスタを作っていました。いつも夏と冬イタリア行くときどうしてもいつも行ったことある街が安心しちゃうし予定が組みやすいからいつもいつもなんとなくこうリスクヘッジで行っちゃうところを今回シチリアはほぼほぼ初めての土地を回ったことで本当全然違う経験をして本当見たことのないものを見て知らない文化を知ってやっぱり初めての土地に行くって本当に重要なんだなとあとこう面倒くさがらずにやっぱ飛び込むってなんか料理人としてやっぱり好奇心って一番の原動力だと思うんで、まあ、そこは本当に忘れちゃいけないと本当こうしみじみ思った旅でした。楽しかったです。ぜひ皆さんももちろんイタリア旅行行くとき もちろんフィレンツェ、ミラノ、ローマ、ベネツィアすごい楽しいんですけどちょっと踏み越えてシチリア島もおすすめしますしもし主要都市行くんだったら誰も行かないディープなトラットリアを攻めて現地のちょっとワインを交わしてみてください。二日酔いに最高っていうか二日酔いが最高です。